そうだ、今年はね、マシュマロ煩悩ノックやらないよ。やらないよ。なぜなら、募集するのが遅くなったからやらないよ。その代わり、いや、よく考えてみたら、最近私のことを知ってくださった方は知らないと思うんだけど、私って、実は、正月に神様になるんですよ。何を言ってるかわかんないかもしれないけど、そうなの。で、神様が、みんなのね、願いをね、叶えてあげるみたいな配信をするんですけど、それもマシュマロを扱うの。まあ、ぶっちゃけそれね、マシュマロノックと同じぐらいのテンションなの。だからもうそれでいいやって思って。なので、年末の108本のノックはやらないけれども、正月にマシュマロ募集するわ。ちょ、そこまでパワー貯めといてみんな。今からやれよ。やらねえよ。パスタシーンね。いや、パスタシーンではないんだって。パスタシーン、あれはパスタじゃなくて五香なんだって。何度も言うけど、五香なんだって。今から10分でやろう。今から100個のマシュマロ募集するのめんどくさいわ。やらないよ。でもパスタ好きですよね。昨日もパスタ食べたわ。体調が治ってすぐ一番に食べたのパスタだったわ。はーい。年越しはしません。私大晦日はね、リア友と集まって、年越しの瞬間は、リア友と集まって、アイマスのブルーレイ見る約束してるんでないです。アイマスのブルーレイを見たり、ホロライブのカウントダウンを見たり、テレビのカウントダウンを見たりする予定なんでね。リア友いるんだ。逆に私、ネットの友達少ないけど、リア友めっちゃいるよ。仕方ないんですよね。ということなので、私は年末の年越し配信はありません。全然ありません。痛っ。